利き足と逆のサイドに両選手置きましたね。そうですね。でディアゴナルに入ることが分かったことによって、はい、マータリ選手は完全にフリーになるんですよね。コノが抜ける、中に送る、マータリが走り込んできた。前半のうちに1点返しました大宮。最後はインナーラップをかけたマータリの左足。そうですね、これサイドからこう中に入ったので誰ももうついていけませんでしたよね。完全に岩谷選手フリーになりましたよね。で小野選手が溜めてうまくこうグラウンダーのパスで岩谷選手綺麗に左足でシュートを決めましたね、はい、サイドバックからこの位置に上がってきましたんで金沢